はい、皆さんこんにちは。今日はですね、うちの公園にいる哺乳類についてクイズを出したいと思います。クイズは全部で3問用意してますんで、ぜひお家で過ごしている方々楽しんでいただければと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は私と塚野です。よろしくお願いします。いいマスクつけてるね。気分だけでも明るくと思って。はい、じゃあ進めていきましょうということで、哺乳類クイズですね、はい。まず、塚野さん、はい、うちの公園で一番見られる哺乳類って何ですか？哺乳類っていうのは動物なんですけど、お乳を飲ませて子育てをする生き物。はい、なんだろう、公園でよくワンちゃん連れてる人とか多いですよね。あ、多いですね。うん、あ、ワンちゃん。犬とか、公園。犬ね。はい、ワンちゃん確かに多いんですが、うん、皆さんが一番見てる哺乳類は、うん、多分あこれですね。そうかそうか、そうですね。人を一番見て過ごしてるんじゃないですか。確かに、まあ、皆さん自体哺乳類だっていうことです。そうですね。皆さんも子供の頃はお乳を飲んで育ちましたね。そうでしたね。で、当然皆さん人を見て、うんうん、じゃあ他の哺乳類って公園で見たりする？ワンちゃんとか猫ちゃん以外でね。猫ちゃん、あんまり見ないよね。ないですね。っていうのも、人っていうのは昼間にこう活動して、うんうん、で当然人同士は会いやすいよね。はいはい、ただ他の動物っていうのがほとんどが夜行性です。お、夜暮らしています。なるほど。で当然人とはなかなか会いたがらない、うん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 、人を避けて動いてます、うん、なのでなかなか見る機会ないんですが、今日はそれをですね、結構頑張って撮影したものがあるんで。おー、なるほど。それを元にクイズにしていこうということですね。わかりました。はい、じゃあ第1問。じゃーん。ん？かわいいですね。お尻です。お尻。はい。はあはあ、再生してみますか。はい。あ、再生されない。やばいやばい。ちょっと待って、再生しますね。こっちからじゃないといかないのかな。あ、動いた。はい、動きましたね。お、何か探してますね。ああ、なるほどなるほど。はいはい、これでなんかは分かってきた人はいるかな。うん、アニメとかにあったりね。あ、そうですね。化かされちゃったりするやつですよね。そうですそうです。ああ、かわいい。アニメだとあ、いけないいけない。こういういろんなアニメとかやっぱり日本にはよくいる。うんうんうん、まあ日本以外ではなかなかいないんだよね。あ、そうなんですか。そうなんです。じゃあ次の動画で。これで分かる人結構いるんじゃないかな、うんうんうん、ほら、だこれは冬場だからすごいモコモコしてて、冬場見るとすごい可愛いよね。可愛いですね。家で飼いたくなるっていう人もいるかもしれませんが野生動物なので我慢してもらえればと思います。これで分かったんじゃない？今の顔で。そうですね、可愛い。正解いきましょうか。はい、はい、拡大したらすごい画質が悪くなっちゃってはい、正解はタヌキですね。タヌキ、可愛い。で日本代表すると言ってもいいかもしれないね、うん、っていう動物で、実はこの公園結構います。へー。有名なのだとタヌキって固めて同じ場所にうんちするんだよね。タメフンって言うんだけどそれを見るとどんな植物を食べたかとかも分かって、私もたまにタメフン探してどんな虫が来てるかとかね調べたりしてますが、皆さんは衛生的な問題もあるので、塚野さんも気をつけてね。はい、わかりました。ちょっと見たくなる気持ちはわかる。はい、続いてですね、第2問。はい。これ難しいかもしれない。真っ白。真っ白ですね。これから動画を動かしますが。はい。今いるのわかります？どこだ？ここですね。ちっちゃい。なんかハムハムしてますね。ハムハムしてますね。はい。おという感じです。はい。わかりましたか？かなりなんとなくおどおどしてる、ね、そうですね。で、機敏な感じってして、うん、で、もう一つヒントなんですが、これはその生き物が食べた後です。おお、これはオニグルミという植物ですね。じゃあ歯が強そうですね。歯が強いですね、うんうん、そう、おっしゃる通り歯が強い。これ穴開けたわけだからね。そうですね、すごい。これ硬いからね、うん、これ開けられる動物です。でもちっちゃいんです。そうですよね、ちっちゃかった。ちっちゃい。この動物、大体皆さん分かってきたかなって思うんですが、多分2つに絞ってるんじゃないか、うんうんうん、あれかあれかね。あれかあれか、うん、答えいきます？
お願いします。はい、アカネズミっていう、まあリスって考えた人もいるんじゃないかと思う。そうですね、なんかこうやって食べてる感じが、はい、リスはくるみを真っ二つに割って中身を食べる。アカネズミはこうやって削って穴を開けて食べる。この違いがあるので、もしこういうの見つけたら、あ、穴開いてるからアカネズミだなっていうふうに分かるかもしれないね。ぜひ探してみたいところですが、これ見つけるの容易じゃないですね。で、みんなさっき動画見てすごいビクビクしてるなって思ったと思うんだよね。実はそれには理由がある、というのも彼らは見て、これうちの公園で見られるいろんな生き物ですが、はい、上ヘビ3種類、あとトラフズクとか、あとチュウヒとかノスリとか、いろんな鳥に、鳥とかヘビに食べられちゃう。なるほど、天敵なんですね。天敵がいっぱい。なので少しでも食われる可能性を下げるために常に警戒してます。なるほどなるほど。なのでなかなか見る機会ってないと思う。だからこれ見て、ああ何気持ち悪いわ、このヘビとかいるの怖いわって思うかもしれないんですが、こういった生態系っていうのが公園とか至る所にあるっていうことを皆さん知ってもらえればと思うんだよね。なるほどなるほど。で、付き合い方も一緒に学べればと思う。そうですね、はい、私はみんな大好き、人も含めて大好き。いいことです。はい、で、実はこのジムグリなんてね、面白いんですよ。はい、これはもうネズミって地中でこう巣作ったりするんだけど、はい、赤ネズミとかね、地中の中で暮らしたり、ただその土の中に入っていって子供とか食べちゃう。だからジムグリって土に潜るっていう、ね、ジムグリ。だからもう地上にいても夜だろうが昼だろうが、至る時にも狙われていた。なるほどなるほど。本当にねえでも子だくさんで、その分たくさん子供を産んで、なんとか難を逃れる、難を逃れるっていうか生き残ってきた、これも一つ戦略ですね。なるほど、はい、長くなってしまいましたが、次の問題、これ最後ですね。わかりました。本当はもっと紹介したいんだけど、なんか動画時間短い方がいいかと思って気軽に楽しんでもらいますよね。はい、で、問題最後3本目ですね。はい、これわかりますか。土の山みたいな、これうちの公園の広場ですね。広場、山になってるよね。そうですね、でもなんかそれがつながってるような、これよく公園管理してて、あ、山になってるけど子供遊んだんけとか、そうですね、確かによく見ますね。でもこれ実は子供がやったわけでもないし、当然俺らが遊んだわけでもないんですよそうですね、これも哺乳類の仕業なんですね。うーん、ってことは土の中にそうですよね。そうです。あー、なるほどなるほど。うんうん、もう一個動画を用意しています。はい、 これでわかる子いるんじゃない。ビッグヒント、ビッグヒント、あ、珍しい、外に出てたんですか。うん、すごい。そういう時もたまに見られますね。これは本当貴重な、お尻かわいい、かわいい、これがヒントですね。これで分かったんじゃない。そうですね、こうやってね、動いててね、目が見えない。そう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 、ね、まあ光とか感じるんですが、うんうん、基本的には嗅覚に頼って、うんうん、またやってしまったそうです、これはモグラという生き物ですね。で、実はうちの公園には主には2種類かな、うん、いる可能性があって、はい、1種類はもう確認済みです、うん、1つはエチゴモグラ。エチゴ、じゃあ新潟のモグラってことですか。そうです、この辺にしかいないモグラですね、世界中で。で、やっぱり絶滅に瀕している、うんうんうん、で、やっぱ公園管理とかしてるとモグラって広場を荒らしちゃったり、いろいろ問題視されたりね、っていうのあるんですが、私はこのモグラと一緒に公園を良くしていきたいと思ってます。それはもう我々の使命です、はい、モグラ大好き、うんうんうん、例えば広場荒らしちゃってもなんとか俺らで仲良くする手段探しながらやっていきたい。そうですね、スカンさんもそう思うでしょ。そうですね、はい、頑張っていきたい。あともう一種類、アズマモグラっていうのもいるかもしれなくて、今このエチゴモグラとアズマモグラっていうのは勢力圏をこうどん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 変化させてて、エチゴモグラだん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 勢力圏がちっちゃくなる。だから今後はどうなってしまうかわからない状況ですね。他にも佐渡には佐渡モグラがいて、モグラ大国新潟ですよ。なるほど、皆さん覚えておいてください、モグラの国新潟はい、
ということで今日はこれで終わりたいと思います。皆さんも公園に来た際にはこういった動物もいないかどうかとか、そういう視点から見てみると結構楽しいんじゃないかなと思います。はい、以上です。じゃあ今日はありがとうございました。